はい、飛ばすたんびにタイム更新しておりました。世界で一番ラジコンヘリのうまい男、ドローン挑戦。さあ、抑えタイムって浮かんでますね。ラジコンのヘリの方で 13C という。国内では何年少してるんですか？確かに10、はい、世界はこの間レンが途切れてるので実質4。トータルで何勝してますね。素晴らしいですよね。世界の伊藤選手が、今回はドローンに参戦しております。めちゃめちゃ笑いますから、はい、みんな見てください。そして右へですね、横田。さあ、伊藤選手の飛び、そして横田選手の飛び注目したいと思います。それではいきましょう。外周ヒートコースオープン。さあ、枠が飛んでくれました。さあ、戻ってくる。決まりました。第11ヒートコースオープン。さあ、 A 面には細川選手が計測スタートしております。さあ、 B 面には白い悪魔ファントムに来てますね。前方の白いやつは化け物ですからね。さあ、こちらが勝田選手。ゆっくりながらも計測スタート。グリングリング安定してますね。非常に安定してます。さあ、一方のこちらの細川さん、柵の上を越えてください。はい、はい、ファントム1本切りました。はい、55秒7です。カフェラマンは大喜び。こちらです。ちっちゃいですよ。200g いかないと思うんですよ。なるほど、航空砲からはあれですね、はい、外れるやつです。航空砲はもうスロープを落とさないでね。はい、と思います。さあ、時間になりました。それでは第16ヒートコースオープン。さあ、ピーちゃん攻めます。しかし風、
遠いから分かんない。迎えしてくれると基本的にはそうなりますね。なるほど、基本的にはね、そうですね。はい、あれどうしましょうね。あとは後ほどスタッフで美味しくいただきましょうか。ちょっと探してみます。はい、わかりました。お疲れ様でした。ドライブの皆様でした。